回のあらすじ。いよいよオーデンとの対決。ヨウムもかっこいい盾を2つも作ったんだよ。んでも衝撃波は盾を貫通するからあんまり意味はないけど。そしてアメジスト鉱脈近くのディープダークバイオームにいるカルフシュリーカーを発見。さあリベンジするヨウム。そしてなんと衝撃波のダメージを耐えられた。だがしかしそれは固定ダメージ。そしてジーン。何度かやられたその後に。あの絵は攻撃してこないんだよ。どうやら僕に生徒が向いてたからだね。それを利用してヨウムがとどめを刺す。やったーリベンジを果たしたんだよ。ハート250個分の体力はやはりえげつなかったんだぜ。みなさん、ボコニャチは今日はおでけけだ。わーい、おでけけおでけけ。なにゃーにゃみたいに言ってんだし、可愛さでは負けてないと思うんだけどどうかな。お願いだからこれ以上喋らないでくれる。吐き気がしてちょっとやばい。いや、ひどいな、もう。で、どこに出かけるんだにょん。今日は新しいモブに会いに行こうかなって。もういいじゃねえか。私たちは随分バージョンに置いてかれてるからね。で、何のモブなんだ。アレイっていう妖精っぽい子なんだけど。妖精さん。おいこらマリオ 3D ワールドに影響されすぎな。で、場所はなんとピリジャーの前哨基地か森の洋館みたいなんだ。手出しも危険ね。ほらヨウム、このおじさんと交易してちょ。おじさんって一番下のでいいにゃん。そうそう、今回は森の洋館に行くのね。いや、近くにあるといいんだけど、ひどい時は7000マスとか離れてるもんな。僕らの丸が小さいこと。これはさすがに近くにはなさそうね。長旅になるかも、だから覚悟しといてね。頑張るにゃん。方角的にはどっちだ？地図的には南東に行けばいいみたいだけど。僕が今向いてる方角が南だから。ってことはちょいと左を向いたら南東ね。あっちはまだ行ってない方角だな。そんじゃ、アレイを見つけるたびに出発。毎回勢いよく飛び込むのよね。だってこの方が楽なんだもん。ねえ、ポコニャンさん。アレイってキツネみたいにリードで持って帰るにゃん。リードがつけられたらだけど。帰りはまたネザーかしらね。一応パワードレールと鉄は持ってきてるけど、道を作るのは大変だにょんね。って、あれ？右に見えるのって、であれもしかしてメサじゃない？え、僕らの拠点のメサとは別だよね。いや、こんなに近くにあるとかどんな確率だよ。メサってかなりレアなんだけどね。またお宝を探しに行きたいね。お、砂漠の村かな。いや、なぜそんなことより奥で、ああ、そうでしょ、またメサじゃない。え、こんなことってあるの？ここの水道やばすぎだろ。ムシュルーム島のちっちゃいのもあったし。あはは、この普通じゃない感じいいよね。テラコッタには一生困らねえだろうな。てなわけで採掘よろしくね。また私たちかよ。さあ海もここまでか。ここからは歩いていくにょんね。またすぐに海だと楽なんだけど。あ、ポコニャンさん地図を見てみて。お、なんか動きがあった。丸の位置が変わってるんだにょん。おお、ってことはもう近くまで来てるか。ちゃんとだ、あとは南に行くだけじゃん。しかも丸も大きくなってるしね。そしてなんだかんだでジャングルへ。ジャングルレアバイオーム多すぎだって。あ、来たぞダークオークのバイオーム。おお、そうか、森の洋館って必ずダークオークのバイオームにあるもんな。いよいよアレイってこと対面できるにょんね。さあ、地図が表示されてきたわよ。よし、久しぶりだから気合入れていかなきゃね。そうだ、シルクタッチも手に入ったし、このキノコを持って帰ろう。あ、これって建材で可愛く使えるのよね。建築欲が湧いてきちゃう。そんな荷物って荷物が圧迫しないにょん。まあ荷物係のヨウムがいるから。ヨウムそんなに持ちたくないにょん。いやでも結構いろんなお宝があったりするからな。うおー、超絶ダッシュ。声優ただの倍速。森の洋館といえばビンディケーターやエボーカーよね。ああ、エボーカーってことは星のトーテムが手に入るじゃん。そう、5個ぐらい持ち帰りたいよね。その場で使ったりして。な建物だな。最初にここに来た時は怖かったわよね。まあ今だって怖さは十分にあるんだぜ。マリサは相変わらずだな。どこから入るんだにょん。正面なんだけど相変わらず正面がどっちかわかんない。もうちょっと近くまで。で、終わったぞ入り口。入る前にベッドでリスポーン地点を登録しておかなきゃね。ヨウム、ここからは装備をした方が。初心だにょん。いや、準備早いな。意識が高いのはいいことだわ。ビンディケーターの攻撃力はかなりエグいからね。よし、早速中へ。お邪魔しまーす。いや、テンション高いな。ちゃんと安全確認しなさいよ。ちょ、クリーパーが。暗いから普通のモンスターも湧くわね。で、爆発させてんじゃねえか。いや、ごめん、後ろに壁があって下がれなかった。ああ、床が壊れちゃった。ヨウム直しといてよ。なんでヨウムが。人任せにすんじゃねえよ。とりあえず探索を。で、ビンディケーターの声出したわよ。もしかして近くにいる？どこにいるにょん。ヨウム、急に襲ってくるかもしれないから注意してね。ヨウム見たことないからどんな格好してるかわかんないにょん。まあ、顔色の悪い村人って感じ。まあ間違ってはないか。ここには誰もいないにょんね。もしかしたら上の階かしら。今度はどっちに行くにょん。あ、ヨウムこっちに来て。にょんにょん。あ、牢屋みたいなのか。いやー、そうだ、あれは牢屋に捕まってるってばっちゃんが言ってた。いや、ばっちゃんマイクラに詳しいわね。ってことはこいつがそのあれか。ヨウム本当に妖精さんみたいで可愛いんだにょん。
でも、なんで捕まってるのかしら。希少だから高く売れるからか。もしくは奴隷にされてたり。ポコニャンさん、どうやらリードで繋げられるみたいだにょん。それなら持ち帰りやすいね。でおいインディベイダーでね。あー、顔色の悪い村人さん。もしかして見回りに来たのか。いや、たまたま通りかかっただけだと思うけど。うん、一旦アレイはここにいてもらって森の洋館を制圧しよう。オッケー、わかったにょん。幸いこいつらはスポーンしないからな。一匹外に出しちゃった。さあ、ここは？あ、インディケーターの顔ね。なんか嫌な感じだよな。あ、そういえば顔の中になんか埋まってなかったっけ？うん、ラピスラズリブロックかな。よいお宝探し感覚で楽しそうだもん。じゃ、ハサミでちょいちょいっと。何気に羊毛も集められるのは嬉しいわね。そろそろ拠点に自動羊毛回収機が欲しくね。うん、確かに建築で羊毛はめちゃくちゃ使うからな。さあ、ここにあったわね。どうせだったらダイヤが良かったんだがな。よし、今度は反対側に行ってみよう。ここまでそんなにビンディケーターに出会ってないわね。いやー、変革だにょん。ちょっとレイムがそういうこと言うから。いや、関係ないでしょ。しまった、お腹いっぱいにしておけばよかったにょん。こいつを倒して早くご飯を。ふぅ、セフセフ。えあー、なんかいっぱい出てきたんだけど。ちょっとにょん、まだ回復できてないにょん。あー、バカだろこいつらの火力。死にそうじゃねえか。んーと、ここは距離を保って金人参で回復を。ちょっとポコニャンさんにょん、むそらふんじゅん。ごめん、僕も必死で助けられなかった。どうして急にこんなに。さあ、こいつを倒せば。よーし、片付いたぞ。カウンターもらってたけどな。うん、早くヨウムのアイテムを回収しないと。じゃあ、ヨウムのパーティーを。パンティー？いや、何個パーティー、ブラスターキャノンのパーティーだろう。って紛らわしいわね。だとしてもパンティーはないって。あー、返すんだよ。ちょっとヨウム、ゾンビから離れて。わかったにょん。ほい、オッケー、倒したよ。ありがとう、助かったにょん。とりあえずこれで立て直せるか。さて、2階に上がろうか。2階からエボーカーが出てくるわよね。いや、待って、今回敵多くない？ハードモードだからか。多分関係ないと思うけど。よし、こっちは倒したにょん。一方ポコニャンはと。いや、お前どこまで下がってんだし。えふっ、口ほどにもない。ヘタレポコニャンが何を言ってんだか。うるさいな。じゃ、気を取り直して2階へ。ちゃんとお腹いっぱいにしておくにょん。うん、マジで大事よ。さっきみたいに急に襲撃してくるかもだからな。多分襲撃の始まり。いや、こいつは単体っぽいよ。なかなか前に進めないわね。結構倒してるから数自体は減ってるはずだけどな。お、ここは寝室かな。でっかいベッドだにょんね。こっちは、ん、じゃあエボーカーで。まずはレックスを召喚されちゃったわ。さっきのアレイみたいに浮いてるにょん。うん、こいつは倒さなきゃだから手伝って。ん、意味は聞くにょんね。壁を貫通するから厄介だよな。元を立たないと無限に呼ばれるぞ。うん、全然攻撃が当たんないにょん。よー、特攻だ。新しいベックスを呼ばれちゃったけど。いや、そんなの関係ない。おっ、ハッピーだにょんね。んー、まあそんな感じ。よし、これで不死のトーテムをゲットなんだぜ。そう、荷物がいっぱい。余計なものいっぱい持ってるからよ。とりあえずベックスを全部倒さないとね。あー、ニョームの方にいっぱいいるにょん。とりあえず一旦部屋から出るんだ。ポコニャンだいぶ食らってるわね。いくら金の人参とはいえ削られ方がエグいな。うん、ニョームの満身創痍だにょん。よし、僕は攻撃に移れるからヨームは離れて回復して。わかったにょん。よし、さあ次の部屋は。またエボーカーがいたら真っ先に倒さないとね。誰かいるのは見える。インディケーターっぽいわね。いや、お前いつも相打ちなんだぜ。肉を切らせて骨を断つ前方さ。うん、それってあんたも無事で済まないけど。ふう、ちょっと回復したいから待ってね。ヨウム特攻隊長、ヨウムだにょん。いや、それで突っ込んで大丈夫？こんなの読みすぎだ。やっぱり帰るにょん。おお、だから言ったじゃん。うん、だんだんヨウムがポコニャンに似てきたような。ちょっと奥にクリーパーもいるにょん。いや、爆発されたら面倒じゃない。僕が倒すか。あざ。あ、ごめんなさいにょん、ヨウムが切っちゃった。いや、無属性のダメージが痛い。えへへ、さすがネザライトの剣は強いにょんね。この扱いには気をつけるように。たく、さあもうこの部屋には敵はいないかな。うん、多分。今日はここまで。次回に続くは楽しみなんだぜ。